どうなんだ。あ、よし。わかった。他のみんなは、奴らはまだいるのか。落ち着け、鉄仮面。もう大丈夫だ。多くは逃げ延びたはずだし、わしらも生きとる。抵抗組織が現れた後にしては幸運な方じゃ。幸運って、このありさまがか。これもまたダナの奴隷の宿命よ。歯向かえば命はない。おとなしく従っておれば生き残れるかもしれん。命あってのものだねだ。だから時節を待てって言うのか。そうだ。それは生き残る代わりに誰かを見殺しにする、そういうことじゃないのか。ドク、みんなの育成を賭けに差し出した上に人を犠牲にして生き残ったところで結局待つだけなら何になる。抗ったら何が起きると思っとる。抗った当人が死ぬだけなら本望であろう。だがな、その責めはその一人の死では済まされん。その結果がお前の目の前に広がっとる惨状だ。耐えて待つことに意味はないか、鉄仮面。それは止めたいはずの死を広げる、それは愚かだろうさ。でも待つことになれ、いつか抗おうとする心さえ失う、そんな自分になってしまうことの方が怖い。俺はもう出会ってしまったから、支配に抗おうと命を懸けて生きる人、たとえ命が尽きようと次に託そうと戦う人たちに、同じ命を懸けるなら彼らのようにありたいんだ。それでお前は剣を取ったのか。ああ、しかもただの剣じゃない。俺にしか使えない、でも一人では使えない強すぎる力、きっと過去に戦った人たちにはなかったものだ。だからこの剣に俺の全てをかけてみようと思う。みんなを巻き込むことになるかもしれないが。そうか、ならわしの言ったことは忘れろ。お前には時節が来たということだ。実際にお前の剣はレナを退け、わしらはまだ生きとる。繋いだ命、お前にかけてみるとしようかの。ドク、今口にしたことを忘れるなよ。ああ、行ってくる。あんな大きくなるよっていい出会いがあったか。あやつならもしかすると。戻ってきたか。みんな待っている。早く帰れ。何も聞かないのか。お前の様子を見ればわかるさ。そうか。
ジルファ、一つ聞かせてくれ。もし炎の剣がなかったとしても俺を誘ったか？誘うな。それはなぜだ？俺たちみたいにレナに抗おうなんてバカは多くない。そんな心根を持った和光堂を見つけたら逃すわけないだろ。それに今はもういなくなっちまった奴に、そいつにしてやれなかったことをお前にすることで俺自身償っているのかもな。嫌なら言えよ。嫌なんてことはないさ。おかげで俺はここにいるんだ。そうか。さあ中に入れ。あ、うん。どうした？わかった。なあ。おう。ありがとう。よしよし。時が来た。狙うはこの国の鋭ビエゾの首、それのみだ。腐ってもレナの鋭だ。正面からでは全力で挑んでもビエゾの元にたどり着くどころか城の門さえ突破できないだろう。だが俺たちは切り札を得た。この切り札を我々は確実にビエゾの喉元に届かせなければならん。そこで全戦力をいくつかの部隊に分ける。全力で挑んでも勝ち目ないって言ったそばからカッコ撃破されてしまうぞ。これは全部おとりだ。切り札を送り込むためのな。おとり部隊は城のあちこちで暴れて敵の注意を引きつけるのが役目だ。だが本物に見せかける必要がある。俺もおとりに加わる。ジルファも？けどそれじゃあビエトには。鉄仮面、お前には誰の助けもなくシオンとただ二人、あのビエゾの元にたどり着いて炎の剣を叩き込んでもらわなきゃならん。おい、まさか二人だけで送り込む気か？一人はレナだぞ。これは誰にとっても分の悪い賭けだ。分けても全てを託すことになるお前たち二人の危険が一番大きい。だからこそ今一度問うておきたい。今なら拒むこともできる。拒めばどうなる？どうもならん。この話がなしになるだけだ。そして俺は奴隷に戻る。お前がそれを望むならだ。望まない。ならどうする？お前はどうしたい？俺は
俺は戦いたい。何のためにだ。何のためにお前は戦う。俺たちダナが俺たちを虐げる奴らの言いなりにならないため、奴らの都合で死なないためだ。奴隷じゃなくなるため、生きるため、自由に生きるためだ。よく言った。今こそ俺たちの望みをお前に託そう。お前が諦めない限り、きっと壁は壊せるだろう。お前はどうだ。私の腹はとっくに決まっているわ。早く始めたら。ここを出てすぐ右手に門がある。まずはその先の昇降機を登れ。道々に仲間を待機させておく。迷うことがあれば彼らの支援を受けろ。他に質問はないな。よし。願わくはこの戦いが300年続いたレナ支配終焉の行使とならんことを。作戦開始。まだ信じられない気分だ。本当にレナのスルドに挑む日が来るなんて。ずいぶん浮かれてるのね。これから命がけの戦いだというのに。そりゃもちろん不安はあるさ。だけど俺たちダナがやっと掴んだ望みだからな。そういうシオンは不安はないのか。私はそんなものを感じてる暇はないの。これは最初の一歩でしかないんだから。5人のスルド全員を倒すか。壮大すぎて実感湧かないな。でもやるのよ。分かってるさ。そういう約束だしな。本当に分かってるといいんだけど、負けたら死ぬより辛いことになるかもしれないのよ。そうかもしれないが、どうせなら負けた時の心配より負けないためにどうするかを考える方が良くないか。それはそうだけど、やる以上は勝つために全力でやる。そこは信じてくれ。待って。どうした。炎の剣を預ける。いいのか。ええ、この先は何があるか分からない。いざ必要になった時に間に合わないなんて事態は避けるべきよ。マスターコアから精霊力を送るのを止めただけ。剣は預けるけど、力を発揮するのは私が必要。忘れないことね。どこにいるんだピエゾは。急がないと。近いわ。もう少し離れて。ああ、すまない。そんなに近かったか。慣れてないの。誰かにそばに立たれるのが。いばらのせいか。意外と優しいんだな。はあ？違うのか。いばらで人を傷つけないよって。分かったようなことを言わないで。何も知らないくせに。何も知らないって、それはそうだけど、そんな言い方しなくたっていいだろ。それが無神経だって言うのよ。な、悪かった。
いろいろ大変なんだなって。俺はその痛みがわからないから。悪気がなかったのは分かった。上の階に鋭の間がある。ビエゾはおそらくそこよ。ねえ、なんだ。思うことがあるならはっきり言ってもらいたいわ。え？内心で笑われるのは不愉快よ。特にあなたは表情がわからないし。笑う？何の話をしてるんだ一体。服の話よ。河岸遺跡で見るなり何か言いたげだったじゃない。あれは何？何でもない。失礼なダナ人ね。失礼って勝手に勘ぐっておいて、その言い草はないだろう。だったら何を考えていたのか言いなさい。別にけなすようなことは考えてない。信用できないわ。だったら俺が何を言ったって同じじゃないか。おじけづいたの？違う。炎の剣のことを考えていたんだ。あれを握ると妙に胸がざわつく。レナのマスターコアから生まれた剣に頼るのが不満？そういうんじゃないんだ。ただなんだろう、あの剣は強すぎる気がする。何を気にしているのか知らないけど、
そのおかげで鋭に挑めることを忘れないでほしいわね。言われなくてもそれくらい分かってる。だといいけど。とはいえ長く使えばそれだけ自分も焼かれる。治癒術が間に合わなければ危険なことになる。諸刃の剣には違いないわ。痛みを感じないからって気をつけなさい。心配してくれてるのか。いいこと。あなたには全ての鋭を倒す役目がある。こんなところで倒れられては困るの。それだけよ。クロスとなってもらおう。なってやるものですか。マグナレイン。ほら火の精霊術よ。バーンストライク。初期スクル。終わりよ。行くわよ。もらった。トキスクス。くれ。火の精霊術よ。バーンストライク。マグナレイン。怪我はないか。こんなところで何をしてたんだ。働かされてたのよ。外の力仕事が無理な奴隷は城の中でレナ人の世話をさせられる。知らなかったの。急にレナ兵たちが怒り出したんでみんな逃げ出したんだ。でも僕だけ見つかっちゃって。とにかくここにいては危ないわ。また装甲兵に見つかる前に早いところ逃げなさい。うん、助けてくれてありがとう。そうだ、これあげる。触らないで。ごめんなさい、僕ただお前が悪いんじゃないんだ。これくれるのか。うん、ここの昇降機の鍵役に立つ。ああ、すごく助かる。さ、もう行くんだな。気をつけるんだぞ。奴隷に触られたくなくて怒鳴ったんじゃない。違うか。時間が惜しいわ。行きましょう。どこもかしこも岩と火ばかりで外と大して変わらないんだな。レナの城というから、なんていうか、もっとこう洗練されてるかと思ってたのに。皮肉のつもり？レナがみんなこんなのだとは思わないでもらいたいわね。じゃあなんでなんだ。大方あの男、ビエゾの趣味とかそんなところでしょうね。粗暴で品性のかけらもない。おまけに自分のことを本名でなくあだ名で呼ばせるような男よ。あの男の舌につかされた者たちには同情するわ。そうか。何？いや、俺たちを虐げる連中のことだ。全員そんなものなんだろうと思い込んでいた。でも言われてみればシオンのようなレナもいるし、一口にレナと言ってもいろいろいるんだなって。私をどんなレナだと思ってるのか知らないけど、慣れ合うつもりはないわ。分かってる。俺だって別に友達になろうって言ってるわけじゃないさ。
いよいよスルド・ビエゾと対決か。そのビエゾだけど、あなたはあの男についてどこまで知っているの？どこまでって、カラグリアを支配するスルドじゃないのか？いいこと。相手はビエゾ・エルウォルゼ・テルディリス。腐っても全てのレナの頂点に立つ5人の1人なのよ。たとえマスターコアがなくても、恐るべき相手に変わりはないわ。私はあの男が気晴らしに何匹ものズーグルをほふるのを見たことがある。その巨体から繰り出す一撃は素手であっても危険。まして武器を持った時は致命的よ。攻撃は必ず避けろってことか？ええ、決してまともに打ち合おうとしてはダメ。避けて隙を狙う、それを忘れないで。俺たちの協力が試されることになりそうだな。ヘマをしないことを祈っているわ。スルド・ビエゾか！他のネズミどもの騒ぎに乗じて2匹ここまで入り込んできよったが、ひまひましい。だが我がマスターコアを届けに来た試みは褒めてやる。本気でお前に返すとでも？まさかよ。そんなことはどうでもいいのだ。どちらにせよ貴様らはここで死ぬのだからな。浅知恵を後悔せい。死ねえ。スルドの真似事か。笑わせるわ。そんなもの興味はない。お前を倒してダラを解放する。おさくな、顔もない奴隷風情が。終わりよ、傷を治すわ。ファーストリード、ドルラ、治癒の術よ。ファーストリード、オラオラ、死ねえ。こいつで魔王を治すわ。オラオラ、ファースト外さないわ。治癒の術よ。うらっ、助かる。くらえ、傷を治すわ。マジファーストリード、くらっ、時しくす。やっと、やっ、終わりだ。見えた、さらに打ち込む。泣き払う、こいつです。魔王、なんて威力だ。でも、空中では隙だらけよ。奴が飛んだら撃ち落とすわ。わかった、頼む。どこだ、治癒の術よ。ファーストリード、醤油と塩、今だ。させない。うわっ、やったぞ。ビエト、覚悟なさい。トキシクス、なぎ払う。うわっ、魔人だ。まだよ、灰になれ。行くわよ、さらに打ち込む。くらえ、終わりだ。トキシクス、どこだ。ごめん、行くわよ。はい、当たれ、決めてやる。実践だよ、気だらけ。さらに打ち込む。魔王を絵に立つ。まだよ。はい、打ち込む。どう、さらに打ち込む。終わりだ。トキシクス、どういうとこ。どこだ、決めてやる。さらに打ち込む。やけろよ。傷を治すわ。ドルファーストエイド、ほら。よし、投げ払う。じゃあ傷を治すわ。魔人剣ファーストエイド、ほら。トキシクス、ジュラ、
昇竜速くらえ。まだやれる。うら昇竜速やれるぞ。銃の実用傷を治すわ。ファーストエイド。うらうら死ねやっと時しく見せやる。昇竜速やっと決めてやるんだ。傷を治すわ。ほら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 昇竜速くらえ。決めてやる。治癒の術よ。どこだ傷を治すわ。どれごときファーストエイド。見えた。終わりよ。くらえ。時しく決めてやる。ほらほらほら叩き攻め。逃がさない。やっと削られすぎた。傷を治すわ。傷を治すわ。ファーストエイド。見えた。終わりよ。オラオラ死ね。これでいける。見えた。終わりよ。力を借りる。これで終わりだ。奴隷から逃げるのか。いい気になるな。ここなら存分に暴れられる。次は仮面で済むと思うな。黙りなさい。やってみる。傷を治す。いける。
来い。倒れろ。本当にやるなんて。今のうちに消えぞ。やるぞ。同じレナの貴様がそうまでして同胞に牙を剥く。力ある者が上に立つのがレナの流儀だが、ダナと組む貴様のそれは裏切りだ。なぜだ、なぜ同胞に仇をなす裏切り者は。いやあんな精霊力の化け物、どうしたら。精霊力だと、もしかしたら。
壊せる。壁は壊せるんだ。鉄仮面、あなた顔が違う。思い出したんだ、名前。アルフェ。俺の名はアルフェンだ。炎が見える。俺はアルフェン殿。なぜ怒りに任せて敵を倒した。だがこの怒りはどこから。それに裏側にぴったりと張り付くようなためらい。俺を呼ぶ悲しげな声、俺は誰なんだ。ここはようやく起きたか。1週間、そんなに眠っていたのか。俺は、まあそうだ。俺たちが駆けつけた時、お前は半分消し済みになりかけていたんだ。シオンに感謝するんだな。シオンが直してくれたのか。スルドはまだ4人いる。ここで死なれては困るというだけよ。戦いはどうなったんだ。この1週間でレナの抵抗も降伏するか多量に逃げるかして、だいぶ下火になった。カラグリアは解放された。お前がスルド・ビエゾを倒したおかげだ。改めて礼を言う。よくやってくれた。俺はただ必死で。鉄仮面、改めアルフェンか。半分だが顔も取り戻したわけだ。で、何者だったんだ、お前は。俺は分からない。思い出したんじゃないのか。そうか、
無理に焦ることはない。名前が思い出せたんだ。残りもいずれ戻るだろう。これからどうなるんだ。やることはいくらでもある。解放したと言っても俺たちには何もない。何もかも一から始めなきゃならん。だがまずは自分がどれだけのことを成し遂げたのか知るといい。炎の門に行ってその先に広がる世界を見てこい。大勢のダナ人が夢見ながら叶わなかった光景だ。炎の門。ついていくわ。また怪我でもされたら迷惑だから。勝手にしろ。炎の剣の力は期待以上ね。うん。あれだけ強ければもはや属性の相性も問題にならない。問答無用でねじ伏せる圧倒的な力だわ。炎の門の時みたいな芸当は期待しないでくれ。あれは修霊鬼の化け物の力があったからできたんだ。それでもビエゾは倒せたわ。なら他のスルドにも通用するはず。十分よ。どのみちこれ以上強力だとあなたの体が持たない。ビエゾを倒した後のことを忘れたの？シオンは怖くないのか？あれほどの力を振るうことが。いいこと。力は可能性よ。みすみすその可能性を捨てるつもり？分かったよ。切り札なのは確かだしな。自分が消し積みにならない程度にせいぜい暴れてやるさ。何？うん。ええ。ええ。どうだろう。そうね。うん。ええ。いいな。わかった。
何？シオン、なんで人を遠ざけようとするんだ？いつも理由をつけて人の言葉を遮るだろう。さっきだってティルザの感謝を素直に受け取ればよかったじゃないか。利害が一致しているからであって、善意でやってると思われては困るもの。私は早く全てのスルドを倒したいだけ。そう、それもだ。スルドを倒したい。初めこそ疑いもしたが、今はその言葉に嘘偽りはないと思ってる。それでもお前はダナを助けるのに時間を割いてくれたじゃないか。それも必要であったり巻き込まれただけよ。ビエゾの城で子供を助けたあの時もか。あれは明らかにお前からだった。俺だって体だけでなく心も助けられているんだ。たとえ俺に痛みがなくたって、炎の剣を使うことで死ぬかもしれない。そこに恐れがないわけじゃないんだ。でもシオンがいつだってそばで治癒してくれる。だからこそ俺はこの剣を震えるんだ。そんなに迫ってこないで。これ以上詰め寄るなら茨が行くわよ。褒めてるんだぞ。そうなの？シオン、イバラが出てるぞ。もう話は終わったから。そうとにかくマスターコアを持っていたのがシオンでよかったよ。本当にありがとうな。さあ見に行こう、炎の門を。まったく、心臓に悪いわ。あの時修霊機から現れた炎の怪物、そして炎の剣に宿った力、あれはこの国のダナの人々を使って集められた精霊力だったんだろう。そういうことになるでしょう。大勢のダナ人がそのために命を落とした。でもその彼らの作り出した力がビエゾと壁を打ち倒した。なあ、あの時の精霊力はどうなったんだ？精霊力は世界を巡る、拡散してまたこの世界に帰ったはずよ。ならレナが集めた精霊力はどこに行くんだ？王を決めたその後はダナに戻すわけじゃないんだろ？ダナには教えられないのか、なぜスルドを倒そうとしているのかも。そういうあなたはどうなの？あの炎の剣、あの剣の力は私が持つ火のマスターコアの精霊力。それは間違いないけど、それがなぜあんな形で権限したのかがわからない。なぜあんなことができるの？知るもんか。言っただろ、記憶がないって。
分かったよ。別にお互い信用したわけじゃ。あの子はまだ目を覚まさないのか。まだよ。怪我は大したことなかったけど、相当消耗して衰弱してる。薬はないのか。それがここのとこの騒ぎの連続でなけなしの在庫が降って。そうか。他に薬を扱っていそうな。そうだ、毒。毒ってあなたの面倒を見てたって人？ああ、今もモスガルにいる。彼ならもしかしたら。ならお願いできる？私はここを留守にできないし。わかった、任せてくれ。まさか壁の向こう側から誰か来るなんてな。何者なんだろうあの子は。そんなに驚くような話じゃないでしょ。カラグリアの外にだって国はあるんだから。レナ人にとっちゃそうかもしれないけどな。俺たちはずっと壁の中に閉じ込められてきたんだ。壁の向こうにも世界が広がってるって理屈じゃ分かっていても実感なんてなかった。水を差すようで悪いけど、その外の世界にも支配しているスルドがいることを忘れないで。ああ、分かってるさ。あの子が何か訳ありだってこともな。それでも壁の向こうには確かに世界があった。分かってもらえないだろうが、それだけでも俺は嬉しいんだ。やあドク。ん？お前さんは。俺だよ、鉄仮面だ。もっとも今はアルフェンだけどな。名前を思い出したんだ。アルフェン、確かスンドを倒したのはそんな名前の。それじゃあカラグリアを解放した英雄は鉄仮面お前だったのか。いやはや、アルフェンだよ。それに俺一人でやったわけじゃないさ。だとしても大したもんだ。おまけにそんな顔をしとったとは。そちらはレナ人か。知っているのか。お前のことと一緒で噂程度にはな。半信半疑だったが、これも本当だったわけだ。ドク、彼女は。ありがとうよ。レナに礼を言う。レナに言ったわけじゃない、あんたに言ったんだ。私の都合でそうしただけよ。もちろんそうだろうと。だがそれであんたがしたことが変わるわけでもない。お前さんたちはスルドを倒し、その結果わしらは解放された。ありがとうドク。礼を言うのはわしの方だ。いくら感謝してもしきれるもんじゃない。それでわざわざ世間話をしにこの年寄りのとこに寄り道したわけでもなかろう。ああ、相談があるんだ。ひどく衰弱している女の子がいるんだ。薬を探しているんだが心当たりはないか。うん、衰弱となると需要競争の類か。わしの手元にある薬草程度じゃダメだろうな。そうだ、キルド駐屯地は漁ってみたか。いや、ここへ来るのに通り過ぎはしたが。レナ兵が逃げ出してすっかりもぬけの殻だそうだ。もしかしたら連中が残したのがあるかもしれん。分かった、行ってみる。